市議会議員の川口博史です。今回は、教育施設小中学校とかの建て替えや、学校区についてお話をさせていただきます。子どもは、少子化ということでどんどん少なくなっていってます。そういった中で中には大規模の学校もあります。私が住んでる小学校も、何人いるんですかというと、950とか60とか、10年前は1000を超えてました。これはもう課題規模です。そういった中で、聞くとそうなんですけど、でも中身行くと少し違います。ある町内はその学校、私の住んでる学校が多いので、隣の学校にどうぞ行ってください、行きたい方はということで、どんどん行ってます。で、中学校も別になりますので、そこの小学校を選んだ子は中学校も行ける。だから実際はその小学校区には1000人を超える子どもたちがいてしまってます。当然分離等を検討しなければならない。しかし小学校の場合は、小学校でも15,000平米ぐらいいりますし、中学校になると23,000平米ぐらいの土地がいります。ちっちゃな土地じゃないもんですから、強制的にですね、買うわけもいきません。そしたら、ぜひもう早めから、ここはもうどうしても分けていかざるを得ないぞとなれば、早めから用地の目星とか交渉とか確保を考えなければなりませんし、また減っていったところが、はい、統廃合ですよ、そんなやっぱり思い出がある小学校、はい、数字で潰すというわけもいきません。ある小学校はなるだけ住宅施策とか少なくなっていけばですね、応援をして維持できるようにしていくのも一つですし、まあ大きくなったとこは、しっかり、まあ、大きくならないようにというか、やむやくなる場合は、早め早めから土地を確保する。そういった意味では、教育委員会というのはもう早め早めから、地域の方と一緒になってどう対応していくのかを考えていかなければなりませんし、当然市内には200校を超える小中学校がありますので、すごいお金もかかると思いますが、年次的にこう建て替えを急ぐのか、延命をで頑張るのか、分離を進めるのか、やむなくいろいろな手を打ったけれども統廃合を検討せざるを得ない。これをどう説明したり、そうならないように努力していくのか、本当に先に先に考えるとこかなと。そういった意味では、全ての議員が、私ども博多区じゃないところの実情はやっぱり知らないことも多ございますので、まあ、私も委員会では東函館小学校、とても面積狭いじゃないかと、1万1000しかなくて建て替えするときグラウンド使えないぞ、お隣は同じ校区に今旧大が更地になろうとしてます、そこになんで移転用地を確保しないのかと言いましたけど、すみません、東区の議員と一緒になってですね、言わないといけないと思いますし、なかなかさっき言ったように私の小学校は、校区の中には本当は1000人を超える子どもいます。もう大変な課題規模、隣に同じビルに住む、フロアの子が、話したこともないというような、現状が生まれてきております。こういったことがなるだけないようにですね、しっかりと議員も見ながら、地域を見ながら、早め早めに声を出さなければならない。小学校の場合は6歳から12歳の6学年ですから、今度は0歳から5歳の数字、まあ、6年前と比較すると、6年後どれぐらいの子どもがになるよってのは大体わかるわけです。まあ、それでも間に合いませんが、そういったのを早め早めにですね、しっかり建て替え計画なり、また将来の動向なり、そして、数が減るところ、今少子化ですから、厳しい面もありますけれども、住宅政策、子どもが、増えるような応援をするなり、そういったことが問われてるんじゃないかなと、しっかり情報を出していただき、また、格差も広がっておりますので、その生まれたことに左右されずに、しっかりと、子どもたちが、変わらずに、勉強できるように、応援できるような仕組み、もっともっと教育には、世界各国とですね、劣っても勝ってるとは思っておりません。しっかりと予算も傾注してあげて、次の時代、次の日本を支える子どもたちのために一生懸命できることを、地域の方々一緒に勉強していきたいなと。そして、帰れることがあれば早め早めに、しっかり手が打てるように努力していきたいなと。まあ、今のところ地域のがなかなか進んでないのもあります。歯がいじくったり思いもありますけれども、しっかりと取り組んでいきたいと思います。